ボンジョーノ、あっちゃんです。今日は6月の15日かな、土曜日、お寝坊です。はい。めっちゃ寝たよ。7時間ぐらい寝た。で、お腹減ったからパン食べます。ハンバーガー食べます。で、ヒカルも今から一緒に食べるからハンバーガー食べます、はい、バンズ。では作っていきましょう。レンジで OK。 500W の場合お皿に移してラップをかけて1分。レンジでやってみよう。1分。では、まずバンズを切ります。トラウマだったらちょっと焼いていきます。で、レンチンしていきます。ラップかけてね。トマトジュースです。今度ね、ライブで光りてるね。リンこれ、アップルビネガーリンゴ酢ね。で、業務スーパーのやつやね。もうないねんけど、またこうできない。これにトマトジュース入れます。トマトね、これね、ドンキで100円やったんけど、今148円になってんね。値段上がってんね。まあ、上がっても買わなしゃないからね。まあ、100円が安かったんやけどね、逆に。こういう値段の恩恵は、急に50円上がるっていうのは辛いよね。一時期ね、98円やったん。148円でしょ。完全に150円上がってるからさ。いた。OK。コーヒーまで今日もね、甘いの。朝からは甘いの。で、昼夜はストレートかな。ストレートってブラックかな。マルシンハンバーグ、いろんなね、ハンバーグを買ってきてやんねんけどね、今日はマルシンハンバーグの日。今回ちょっと初めてね、レンチンしてみた。レンチンしたらまあふんわりできるね。よいしょ。焼いたらちょっと縮む気がするね。
チーズ。よいしょ。あっちゃんはピクルス。ヒカルはピクルスが嫌いやから。なし。あっちゃんだけピクルス。ピクルスマシマシでいこう。このピクルスはもう美味しくないよな。使ってしまうと。なんかね、ちょっと感がないね。で、チーズ。まで。完成。では食べましょう。はい、できました、ね、ハンバーガー。久々やね、あっちゃんね。ではいただきます。いや、今日はゆるゆる土曜日です。半分休み。動画本数を減らそうかなと。フルで休むか悩んでんけどね。ちょっと半分休みでいきましょう。ではいただきます。うん。うん。ポンペインって言ったやん。時々ね、アレクサが変な反応するね。うん、眠くって言葉が出てきやん。鼻詰まってね、しんどいね、朝起きてね。今日ちょっと寝坊してね、7時間ぐらいなんかな。うん。いや、なんか最近よく寝てる気がする。うん、一口大きすぎた。うん、おいしいな。起きてすぐにはちょっと重たいね。
まで起きてお弁当作って子供送り出してまた一人送り出してでなんかちょっとだけごちゃごちゃしてで食べるでしょ。だから起きたすぐにはちょっと重たいな。テンション低くテンション上げていきましょう。はい、20% ぐらいテンション上げて、ね、今日は土曜日、予定はないじゃないんだけど、何日だったかな。あ、今日は24時間があるんや。今日の夜11時ぐらい、ね、現地時間の夕方4時やから ね、日本時間で10時か11時ぐらいスタートやねんけど、うん、これまた、夜中中見て今日も夜更かしかもわからへん、まあ、もしかしたら明日は1日ゆで行くかもわからへんからね、今日買い出ししとこうかな。昔はね、地上波でテレビ朝日がルマン24時間夜中中放送してたんね。でそれと同時、多分同日やったと思うんだけど、インディ、アメリカのインディアナポリスの、インディーカーのレースがあって、もしや、それがね確か同日やったと思うんだよ。で下手したら同日でF1 もあったよね。時期バブルで。モータースポーツ全盛期の頃は。もうどれを見ようかもテレビダンピングばっかりで。ルマンがテレ朝でしょ。で、インディが日テレやったかな。で、F1 が富士でしょ。なんかそんなんで。ですね。スポーツウェブで確かカレンダー、最近もモータースポーツ全然見てないからね。モータースポーツカレンダー、インディアでもですよ。インディアのポリスなくなったのかな、なくなるのかな、すごい歴史のあるレースやったからなくなりはせんと思うんだけど、ルマンと同時だったのちゃうようになったな。今日はね、ルマン24時間と MotoGP バイクのレースがカタルーニャスペインで、 WRC ラリーがイタリアで、ラリークロスのノルウェー戦があるんでね、明日ね。そんなのがね、大体モータースポーツで重なって週末にあるんやけど。まあ、どうなっちゃったの？てか、放送あんのかな？何年か前、トヨタがね、ある。J スポーツオンデマンドやな、完全ライブ放送。今週ルマン、来週ニュルの24時間のか、すごいね。そんなこんなでどっかがライブ中継してくれた。トヨタガズーが去年やってたから今年もあるような気するんやけどな、わかんないけどね。うん、YouTube でやっておいたらいいんだけどな。
そんなことない。今週末も緩く行きましょう。じゃあもうね、YouTube を忘れて楽しむ一日を作ろうと思ってんだけど、今週どうしようかな。まあ、今日はすげえ完全休日運行するか、先週みたいに。そうか、間引き進行でいくか。動画編集、動画本数を減らして、間引きでいくか。まあそういうとこね、また子供と一緒に遊びで。子供もね、今、またハマってるゲームがあってね、上が、今更やねんけど、バトルフィールド5にハマって、勝ってん。まだ2日ほど前に。今ハマってやってて。下はね、思い出したからに古いゲームをやってんだけどね。で、またあっちゃんもやろうかな。で、下と一緒にやって、で、ライブしてもいいかなと思って、今日はね、ゆるく。まあ、お仕事っちゃお仕事になるけど、ゲームチャンネルをね、大きくしたいね。だからもうね、ゲームチャンネルは子供にあげようと、なかなかね、ゲームチャンネルを大きくするの難しいね。で、まだあっチャンネルみたいな、こういう、なんかこう、顔出しでは、やろうと思ったらね、まあ、数千人ぐらいまでは、結構簡単ってことないけど、簡単な道のりじゃなかったけども、でも、半年もあったらね、半年もかからへんのかな、千人までは。裏はね、ゆるゆるでやったけど、まあ、なんとか、人数足したけどもね、ゲームチャンネルの方はなかなかね、ゲームに興味がなかったら、同じ視聴者さんが来てくれへんかったりもするし、難しかってね。で、やねんけど、かつて新規読み込むには、やっぱり子供も笑えるセンスでいかなあかん。だから、なかなか難しくってね、ゲームチャンネル膨らますの。だから、子供にやらしゃらしゃらしゃいいんだけど、子供は子供でまた、やっぱりその喋るのが苦手やったり、やっぱりアンチ体制がついてなかったりするからね。ね、ゲームチャンネルのアンチって、やっぱ子供系のアンチが多いから、言葉が悪かったりね。まあ、大人でもね、ひどいのもおるけど、まだそのあたりね、あれねんけど。で、そんなこんなで子供に渡してね、膨らますっていうのはなかなか難しくて、だから一緒にやっていこうかなと思ってんだけどね。ある程度膨らましたら、今度、りょうもゲームチャンネルやるからね、それも一緒にコラボしたりして。みんな膨らましたけど、で、日本友達もやってるからね、みんなそうやってコラボしていて、膨らんでいったら、みんなでこう、大きなゲーム実況チャンネルを子供たちでやってくれたらと思って。あっちゃんはそこで手引こうかなと思ってんだけどね。まあ今は一緒にやってあげて、で、時々趣味で、レースゲームやったりしてね、ゆるゆるやったりもしようかなとは思ってんだけどね。だから最初みんな切り分けてしまう。途中まではね、一緒にコラボっていうか、グループチャンネルみたいなのでやっていこうかなと思って、ゲームはね。だから、ゲームの方ね、よかったらチャンネル登録してください。はい。ということで、今日はね、もうちょっとして、ちょっとじだらくついたらゲームチャンネルでライブするかもわからへん。って言っても、ここで言ってもあれやね。これの方が後で上がんねえな。いつもね、そこでね、タイムラグが出てくるんで、わからなってくるね。はい。ということで、まだ眠たくってね、頭が回らへんねんけどもね、胃も回らへんのかして、なんかすごいお腹が溜まったな。今日朝から体重測るの忘れたな。昨日夜寝る前にね、59.8 やった。400g 減ってね、ライブの後。ライブやっぱ体力使うんかな。ライブ終わった後 400g 減ってたからね。ライブダイエットです。いやいや、ちゃう。でもね、昨日ほんま夜寝る前ね、59.8 やったから、で、ご飯食べる前に測った時に 60.2 やったんよ。ご飯食べた後、ライブをして、400g 減っとるってことは、食べた分を消化して、減ってんねんからね。なかなか、よきよきです。はい。ということで、
今日朝どれぐらいだかな、ちょっと測っていこうか。では行きましょう。59.8、 59.8、 59.8 でした。59.8 と60を行ったり来たりやから 59.9 ぐらいかな、 200g 刻みかもわからんだな、体重計ね。と、うん、いうことでね、まあ、今ハンバーガー食べて、からハンバーガーを 200g 引いたら、59.7 です。はい朝から起きてね、測ったよかったね。はい、ということでね、まあ、100g でも少なく見せたいあっちゃんでした。女心でしたはい、ということでね、今 59.、まあ、7、8、9ぐらい、もうちょっとね頑張ります。58がね自分の中でベスト体重でね、で58にしたから言うて下腹が残ってた意味がないんでね、下腹を減らして胸は落とさずに。いや、それで無理やっちゅうね無理やっちゅうねね。まあでも無駄なダイエット、じゃあ無理なダイエットをせず、美味しいものを食べて無理なダイエットをせずで、体型をね、体型を維持するにはやっぱりね、ヨガがいいかからん。ヨガしようかな、ヨガ。わからない。お腹をへこめるヨガね、なんかね、ジャムライブでやっとってんけど、つま先立ちしてつま先より膝が前へ行かへんようにできるかな。やってみようか。こうやってつま先立ちして、こう引いて、うわ、こうやって、こうやって、これを何本、いた、ここすごい、腹筋にね、ここにね、意識を集中して、おお、ももに効く、これを30秒、痛い。明日多分腹筋肉痛になってるわ。これをね、30秒か。を2セットか3セットやったらいいらしいねんけど。頑張ってみようかな。で、腹筋落ちたらね。で、胸は落ちないように。頑張ってみます。はい。ということで、今日のあっちゃんの朝、ちょっとだけヨガみたいなものをしてみた。ジャムライブでね、リホニャンがやっとってん。はい。ということでね、また、ヨガもしたり、いろいろして、下腹はへこめたい。妊婦って言われたのは悲しかった。いや、自分でもそう思った。悲しかった。ね、ということで、何も入ってないのに、自腹やのに。まあ、頑張ってダイエットをしていきましょう。はい。みんなも一緒にダイエットしましょう。はい。では、またね。バイバイ。今日のあっちゃんの朝ごはん、この辺で終わりにしたいと思います。今日のあっちゃんの朝ごはん良かったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね。バイバイ。